さあやってまいりました日本入国 MySOS が11月から不要というですね厚生労働省からの突然の通告が確認されましたので、えー、こちらですねまず結論を皆さんにお伝えをしていきます。 あの、強く推奨されるファストトラックということですけども、まあ皆さんの健康状態だとか、ワクチン証明だとか、まあもしくは陰性証明がね、必要な方は、事前の登録が強く推奨されることによって、まあこれをやっておくと、入国時のですね、あの検疫レーンが、まあそのままね、サクッと通過ができたりだとか、スムーズなところができるという意味で、あの、まあこれが続く、まあ見込みだということですけども、この登録の際にですね、 マイ・ s o s というアプリ、まあ、もしくはウェブアプリを、ねえー、使っての登録になりますが、これが同じことが11月の1日からビジット・ジャパン・ウェブという、こちらが、ね、デジタル庁があの開発をした、ね、提供している、うん、ウェブサービスの方で登録できるようになるということです。でもう一つ気をつけないといけないのが、11月の14日以降に限 どうななのかマイ SOS が廃止、使えなくなるのか、まあ、このあたりはね、僕の,あの推測が含まれていますから、まあ、今後のね、えー、日本政府の発表の内容に注目をしていく必要あるんですけども、どうやらまあ11月に差し掛かったときにですね、マイ SOS が今まで通りのセットアップ、まあ、不要に ななるんじゃいいいかというねあのこの見込みが出てまいりまりしたあもう一つですね、これ結論をもうちょっと分かりやすく述べたいと思います。まず11月13日までの入国予定者の方ですね、既に計画あるよと、日本行き予定してるよという方は、今まで通り、マイ SOS で セッットアップをされて、まあ、これてこ問題ないいかと思いますで一方で11月14日以降の入国予定者の方はこの仕組みがですね11月の1日からビジットジャパンウェブにあのファストトラック機能がどうやら搭載されるということをねあのこの動画でより掘り下げてはいきますけどもあの11月1日以降え皆さんの渡航日までに セッットアップをしてくださいこの11月14日以降に日本にね入国を予定されている方は。であのこれがですね、まあ、この後に厚労省の案内も見ていきますけども10月の段階でセットアップはしておく必要はないかなと思いますね。これがねそのまま使えるのかどうかというのが、まあ、定かではないので。 えー、この辺りはご注意をされてね、えー、計画を立てられてみてくださいというですね、えー、お話でございます。ちょっとねここの,うーん,あのこんがらが いいらっししゃるる、ね、方もももままだあ、ねえー、いるかもしれませんけども今日この流れで皆さんの疑問を解決をしていくことでですね結構 SNS 見てもツイッターでもねビジットジャパンウェブこれなんだっけみたいなですねハテナマークがついくようなツイートで割と溢れていますので今日バッチリですね、えー、本チャンネルを見てくださっている皆さんであれば、えー、今日の流れで結局どう準備していけばいいのかこれがあの納得感が得られるかと思いますまずは厚生労働省からの通告を見た上で デジタル庁からのの一時情報ありまますすでやっていきますで僕がね、もうすでにビジットジャパンウェブ新しいバージョンのものを自分の情報で登録をしてみましたので、そのね結果も踏まえまして、皆さんには準備の、ね、やり方、計画の立て方をマスターいただくという流れでやってまいります。それではまず、厚生労働省よりどんな通告があったのかを皆さんと一緒にチェックをしてまいります。おなじみの水際対策のトップページ。 これを開くわけですけどもここにですねファストトラックを使ってね、えーまあ、準備してねと必ずご利用くださいと強い推奨の文言が書いてあるわけですけどもこのファストトラックで、ね、進んでいきましょうそうしますとこのねポップアップが出てくるわけですよ入国日が11月14日以降の方はビジットジャパンウェブ括弧、えー、して11月1日から利用可）を使用してください でそしてここにリンクがありますから、これを押してね、進んでいきましょう。はい。そうしますとデジタル庁のウェブサイトに飛びますので、ここからはですね、はい、二つ目の話です。デジタル庁からの一時情報のアップデートのチェックということで、皆さんとね、見てまいりますけども、あの、ビジットジャパンウェブサービスに関してはあ、これですね、海外からの入国者、 でおよび海外から帰国をする日本人我々もですね、まあ、僕なんかも含むというこの定義になって、えー、おります、えー、そしてこの対象が入国時に、えー、検疫ですね、えー、そして入国審査税関申告それぞれの入国手続きを 行うことがでできるウェブサービスですということでね、利用可能空港がまあ主要なところは並んでるかな。ちょっと那覇空港がね、ここ今のところないのが気になりますけども、このあたりのね、対応も最後の方で語っていきたいと思います。それでね、お知らせを見ると10月に入ってからもう続々とですね、バージョンアップが繰り返されていてね、案内があります。まずは、これですか。 かね。10月の3日にバージョンアップをしたビジットジャパンウェブを開始しました。あ10月3日以降入国帰国される方は新しいバージョンを使ってくださいねということで、えそしてですね10月の11日には古いバージョンがねえ停止になったということになります。えっ、ー、と割とねあのメディアではあまり報じられていないですし突然ねさっきの厚労省の 案内このポップアップ出てきちゃって、びっくりしたよなんていうね、えー、帰国入国の準備をされる方も少なくないかと思いますけども、どうやらですね、ビジットジャパンウェブ、新しいバージョンがすでにスタートしているというお知らせ通知がありましたので、早速ですね、僕がこのサービス提供 URL ありましたから、これを使ってね、実際登録をしてみました。 でその結果を皆さんにお伝えしますけども、ここに画面キャプチャがあるのでね、実際僕はどういうあの作業をして、どこまで入国手続きの準備ができたのかについて、このページでね、ご説明ができます。まずは、ID 登録をしていきます。メールアドレスが一つあればアカウントが作成できるということになりますので、これはまあ迷うところはないかと思いますね。その後に利用者の登録ということで、まず、 登録者本人ですね。これを登録するわけですけども、この時にパスポート番号が必要だったので、まあ、手元にね、旅券を片手に入力をすれば OK と。で、このタイミングで同伴する家族の登録なんかも一応できるようですね。特にまあ、スマホを持たないお子さんだとかは、まあ、親御さんがね、一緒にここで登録する必要は出てくるんではなかろうかというところでございました。えそしてえ、この登録が、本人登録が済みますと、 次に、えー、行ききましてあののの入国帰国帰予定登録なるるものができるんでんすよでこれがですねあの皆さんね日本に行ったり来たりするとさ日本の何ていうの入国予定って1回だけじゃないですよね。11月に1回してまた翌月にねどこか違う国に行ってまた12月に あのね、日本にに入ると、まあ、合計年内に2回あの、ね、日本帰国、まあ、入国の予定ありますよなんていう方いますけどあのこのバージョンではです、ね、新しい「ビジ s i t j a ン a n w e b からはこれがその回数分ですねあらかじめ登録して準備に備えられると。 いうことのようです、ねまあ、この機能悪くないなと思いましたけども、とりあえずですね、あの、僕適当に入れました。10月の、あの、6日だっけか。まあ、適当にね、日付を打って、あの、ね、どっか、まあ、僕のバイトだと、フィリピンだとかから日本に帰ってくるという情報をですね、渡航を登録をするとですね、次にいろんな手続きができますね。あの、外国人入国記録が、その、 うん、計画された旅行に対してできたりだとかあと税関申告ができたりだとかあとはあまあそのあたりかな今現在ついている機能でいうとそうですね外国人入国記録そして税関申告というものがあ入国帰国の登録をしておくとそこにぶら下がる形で、えー、登録、まあ、準備ができるということになりますで僕の場合は日本のパスポートの登録になりましたから外国人入国記録は 押せななかかっったたですね特に進めなかった、まあ、これはその外国籍の方であればあこれ進んでですねあの何ていうの怪しいもんじゃないですよというね渡航の目的だとかこういうものが、まあ、これまでペーパーで 準備をね、していたかと思いますけど、今後はそのビジットジャパンウェブでここで登録ができるということです。そして税関申告に関しては、ちょっとね、やってみましたら、あのやってみたんですけど、これね、税関申告アプリの内容ともうほぼ同じでしたね。えーまあ、特に迷うことはないかと思います。まあ、その大金を持ってませんかとかね、危険物を持ってませんかというようなあの通常のあ、のあれですよ、細長カード。 え、機内で配られるね、黄色の細長カードと同じような、あの入力がこちらでもできるようになっておりましたという感じでございます。で、これを登録しておくと QR コードが払い出しできますので、これが無人ゲートの方にね、えっ、ー、と通過ができる通行証ということになりますね。はい、えー、ということでバージョン、あ、そうですね。このあたりです。まあ、これぐらいでした。逆に言うとできることは今現在。 で、おそらくですね、ファストトラックが今後できるように機能が開放されていくと思われます。デジタル庁からの、そうですね、案内によりますと、これですね、11月に入りますと、新バージョンで検疫用ファストトラックの情報登録が可能となる予定ですということですから、今現在はこれ使えないんですけど、あの今後ですね、11月に入れば、 ファストトラック、まあすなわち健康状態だったり、ワクチン証明とかね、陰性証明必要な方が登録ができるということになろうかと思います。まあなかなかね、こんがらがっちゃうんですけども、こういうアップデートがありました。あ,あとね、一つ補足しておくことがあるんですけども、ここには載って、 乗ってないかな乗ってないなちょっと僕のですね、実際登録した画面をあの皆さんにお見せしますけども、これがですね、はいえ、ちょっと試しに、うん、税関申告の準備までやってみたんですけどね、えここで興味深いボタンがここ一つ出てきまして、これも実際僕が登録したビジットジャパンウェブの画面を今映し出しているわけですけども、ここにですね、加入海外旅行保険、かっこ推奨と書いてありましてね、えこれが、 えどうなるでしょうかあ海外旅行保険に加入していますかこれ、はいを押してコロナウイルスもあの対象になりますかで、ね、はいを押すと、まあ、特に案内はありませんとなるんですが、いずれかがいいえの場合はね、あのー、あれですよ、日本政府観光局のサイトに遷移しまして、 これがですね、あの、インバウンド渡航者向けの案内でしたね。これを見た感じだと、まあ僕ら日本に居住をしていて、まあ帰国する分にはね、あえて保険をかける必要はありませんからね、日本に帰ってくるにあたって。えー、なのでこれを無視していいかと思いますけど、外国籍の方向けの案内が今現在はね、えー、一応備わっておりましたという報告になります。 まあ、これが、ちょっとこのままね、えっと、日本国籍者に対してもずっと案内され続けるのかって結構微妙なんでわかりませんけども、まあ、こんな保険なんかもですね、考慮された画面がそこにはあったということになります。それではですね、今見た 試した内容を含めてまとめをしてまいりますけどもあのアプリの種類がもういろいろあってねこんがらがっちゃうということですからまず表で僕のでまとめてみました今現在ですねあの細かく言うとこんな感じですよマイ SOS がアプリ版とウェブ版が存在していましたそして今回 VisitJapanWeb サービスなる新しいバージョンが、ね、出てきましたのでこれとですね古いバージョンというものを、まあ、一応比較できるようにして います。古いバージョンはすでに10月あこれ日付間違ってるなえっと、10月の11日の段階で終了という記載に なっていましたのでね、そうですね、10月11日に旧バージョンは停止しましたよということになっておりましたけども、一応ね、書いておきます。あとは税関申告アプリなんかも、僕もね、推奨させてもらっていた関係で、ここに、えー、書いて整理をしてみますけども、まずですね、注目をすることが、ファストトラックって、そもそも何ができるんだっけというお話については、誓約書だとか、質問票、ウェブ、そして陰性証明とワクチン証明、これらの登録が事前にできるという流れになっておりました。 でここをカバーしていたのがこれまでは MySOS のアプリ版もしくは Web 版ということだったんですけどもどうやらですね今後は。 ビジットジャパンウェブサービス、この新しいバージョンの方ですね、古いバージョンの方がはね、めちゃくちゃ中途半端にね、この辺り、三角マークであのすごい中途半端に全然推奨できない機能あったんですけども、どうやらですね、マイ SOS と同じような仕組みが、おそらく11月の1日から利用可能になるというものがデジタル庁からの案内になっておりましたので、おそらくまあこの辺りはカバーされるんではなかろうかなというね、こういった推定になります。 そしてですね税関申告に関してはこれまでですね税関申告アプリであのカバーできるよというここちらを推奨を僕の方からもさせてもらっていましたけどもまあ今日ね試した感じだと税関申告機能がきちんとね新しいバージョンのビジットジャパンウェブにも備わっていましたからまあこれを使ってそのままね対応すれば十分なんじゃなかろうかというふうに見ております。 そしてあと外国人入国記録もここね新しいバージョン備わっておりましたのでこれ問題がないという感じでございますそして以前はあった待機フォローアップ隔離措置が必要だった時にはですね ISOS のアプリ版を入れてね通知に回答をしてねみたいな時代もありましたけどもこれは今すでにあの待機措置っていうのが全て免除撤廃になりましたから特にね今考慮しなくて OK という運びになろうかと思います。 思います。 はい、ということでこちら対象者が、ね、外国籍の方だけではなくて日本国籍の方が帰国をするときにあたっても新しいビジットジャパンウェ w e b サービスですねこちらはあの利用が推奨されていくということが考えられますのでちょっとこんがらかっちゃうんですけどねこれから旅をされる方はあ渡航準備ねお気をつけになってみてくださいもう1回あの結論を皆さんにお伝えしますと今分かっている範囲では11月の13日までの入国予定者 の皆さんに関しては厚労省の案内を見る限りだとマイ・エソ s スを今の通りセットアップをして問題ないんではないかということですそして11月14日以降の入国予定者の方はですね一旦10月いいっぱいまでは これ、あのー、早まってね、セットアップをしても無効になってしまうかもしれませんから、まあ、セットアップ無理に進める必要はないんじゃないかということです。えー、そして、11月1日にビジットジャパンウェブの新しいバージョンにですね、ファストトラック機能が搭載された後に、 これ、まあ、されますから、あーと新しい機能がファストタックに使えるようになれば、渡航日までにそれを使ってセットアップをするという運びで、えー、チャレンジをね、してみてください。えー、必要なものに関しては、見た感じで、ね、特にあの変わりませんでしたあー。はい、見たところは。まず、メアドですよね。えー、そして、あと、パスポート。まあ、パスポート番号を登録する必要がありますからね。そして、あと、フライトの便名。 の登録が必要でしたあのフライトチケットを購入した後に、えー、これをね、手続きを進めるということが、まあ、よろしいかと思います、えー。そしてワクチン接種証明書もしくは陰性証明を準備した上でですね、ファストドラッグの登録をするということであの、いいんではないかなというね、この辺りは特に変更の通知はありませんでしたので、えー、落ち着いてこの辺り準備をして、えー、この日付にはね、少し気をつけて、11月の14日、 以降にマイ SOS がもしかしたら廃、ま、止、あ、になるとかなんとかっていうのがあるのかもしれません。まあ、ちょっとわかんないですね。こう継続になってどっち使っても問題ないよということにもなろう、えー、なるのかもしれません。まあ、このあたりについては今後ですね注目が必要なんではないかということです。えー、そしてですね、せっかく今日新しいバージョンのビジットジャパンウェブを僕の方でもあの実際使ってみたのでこの感想をですね、最後に述べてみたいと思います。 使った雰囲気悪くなかったです。UI はいけてましたね。前回のバージョンも使ったことあるんですけど、それよりね、全然洗練されてる感じでした。タップ数だとかが、あのー、少なくですね、きちんと設計されていて、うん、ボタンもでかかったですし、結構使いやすい印象でしたね。うん。えそれでですね、あとあ、そうそうそう、これも使いやすいポイントの一つなんですけど、オフライン利用モードっていうものが、iPhone、Android、PC、それぞれで、 案内されていましたので Wi-Fi がつながらずに入国手続きもたついてしまうという心配があるかと思いますけど、えーまあ、こういうですねつながらない人ネットワークに接続できない人への配慮とかも新しいバージョンのビジットジャパンウェブされていたので、まあ、それなりにね考え抜かれてるなという印象を僕は今のところ持ちました一方で厚生労働省とデジタル庁の縦割り組織の雰囲気が じじわわわと伝わってくる今回の連携え特に厚生労働省の通知文えこれもう一度出るかなこれねこれいきなり出たらさあれどういうことですかっていうねえとちょっとその先にね渡航計画を持ってる方は若干の混乱がありそうですけどもこのね えー、なんとももうあとはデジタル庁の方の案内見てくれというですね、えー、一方的な通告、まあ、しかできないんでしょうねそういう組織の中で、えー、こちらのですねあの検疫プロセス、まあ、準備プロセスが、まあ、整っていくと、えー、いうことかと思いますまあ今までのことを見ているとオ s o s だのね税関申告アプリだのちょっと個別の設定しなくちゃいけないし何か名前もオ s o s っていうのがちょっとなんかピ,ピンとくる名前でもないじゃないですか。まあ、これもうちょっと言うと民間企業が作ってるアプリであって。 もともと厚生労働省、日本政府の知財として、これをもともと作ってるサービスではないんですよね。民間のとある会社のものをそのままあの担いでね、実装をしているということですから、まあ、あのデジタル庁が旗振りをしてですね、あの一から作り直したというものに、どんどんサービスとしては統合されていくということかと思います。これうまくいくとあれですよね。あの税関申告アプリも、 分割して使うねえー、なんて入れる必要なくなりますからもうビジットジャパンウェブだけで良くなりますからまあこの点はあの設計はなんとなくねいけてるんじゃないかなというふうに僕は感じましたはいそれでえっ、ー、と感想続きますけどもあこれちょっと注意かな那覇空港ですとかあとその他の地方空港も続々と国際線がスタートしていますから、えー、これらは現,在、えー、現時点で 見たいようだったんですよこのビジジットジャパンウェブがねおそらく今後急ピッチで対応されていくとは思いますけどもあのこの辺りの動向について特に地方空港を直接国際線で利用される方注意が必要かと思います一方でねこのファストトラックっていうのはあくまでも推奨ということなのでもしかしたら地方空港ではまあ登録はせずにねあのアナログな運用でやってきますよという扱いになるのかもしれませんけども この辺りの扱いについては何も今案内がありませんから注目を、ね、していければといったところです。えー、最後にこのファストトラックそのものが、まあ、なくなるっていうことではどうやらなさそうですね。マイ SOS は一旦、あのー、どうなのかな見直しが、ね、かかっていくのかもわかりませんけどファストトラックそのものについてはビジットジャパンウェブの中に入り込んで手続きとしては継続される、えー、強い推奨がかかった状態が 続くという見込みが高そうです。えすなわちワクチン接種証明だったり、陰性証明のあのー、まあ、この両方がね。 どのタイミングで免除になっていくのかについては未だ不明と言わざるを得ないかと思いますのでこちらの動向についても何か、ね、気づきがありましたら本チャンネルで扱っていきたいと思いますということで本日は日本入国 MySOS が11月から不要になるのではという厚生労働省からの突然の通告について深掘り解説をさせてもらいました情報が役立ったという方はチャンネル登録をしてまた次 次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。